ナスカド大学は、1887年に、創立されたカナダノバスコシア州ハリファクスにあるアートとデザインの公立大学である。一般には、ナスカド、または、ノバスコシアカレッジオブ、アートデザインとして知られている。1887年に、アンナ・レオノー・エンズによって創立された、美術大学である。学生数は、学部生、約950人。 大学院生、約30人、延べ980人が学ぶカナダ東海岸では、最大の美術大学。校訓は、ヘッド、ハート、アンドハンド。100年前の印刷機から、最新の 3D プリンターまで、新旧の設備を有し大学教授陣から、小規模クラスならではの質の高い教育が受けられる。ヘッド、ハート、アンドハンド。 女子学生の割合が74%を占め、カナダで2番目に、女子学生の比率が高い大学になっている。それもあってかフェミニストが多い。アンナ・レオノ・オーエンズ・ナスカド大学創設者カナダの3、大美術大学の中の一つでカナダ、東海岸最大の都市ハリファックスにある。通称ナスカド大学。創設者は、ミュージカル、王様と私のモデルとなった、イギリス人教師。 アンナ・レオ・ノー・エンズ。125年以上の歴史を持つカナダで最も古い大学の一つ。またザ・アソシエーション・オブ・インディペンデント・カレッジズ・オブ・アート・アンド・デザインの一員でもある。地元の小さな美術学校として歴史を刻んできたが、1970年代最先端のコンセプチュアルアートのリーダーとして、 飛躍の時を迎え、現代芸術作家たちを輩出した。グループ・オブ・セブンの一人、アーサー・リズマーも、大学の初期に学長を数年間務めた。また、1972年に、アンディ・ウォーホルに名誉学士を授与した翌年には、アート・イン・アメリカ史にて、北米で最も優れた、美術大学であると評価され、最先端のアートスクールとして黄金期を迎えた。 1980年代初頭にはソニックユースが来航し、講義とコンサートをネスキャドのカフェテリアで行った。その後、工芸やデザイン分野に力を入れ世界的にも知られるようになり、近年は広告、プロダクトデザインなどの商業分野や映像など、メディアアーツへの拡大を進めている。しかし、ポートキャンパス購入後の学校の経営状態が、 逼迫し財政面に不安が出たため、ダルハウジー大学に吸収合併される話が出ていた。2012年に、学長代理にダニエル・オブライエンを迎え、オブライエン学長代理のもと、大学の構造改革に取り組んだ。その結果、ハリファクス市内の他大学との提携強化や地元の名士、特殊化などの協力もあり少しずつではあるが財政を再建しつつある。 2014年秋より、オブライエン学長代理に代わりダイアン・ギアリングが新たな学長に就任した。ギアリング学長は、アートとデザインに精通、カナダ、アメリカ、イギリスなどでの学校運営の経験も豊富であり、彼女の手腕が期待されている。2015年6月、大学は16人の大学職員の解雇を決定した。彼らは、 学生の大学生活を円滑に進めるために必要な職員だったが、大学運営側は、州のサポートも削減される。昨今の財政面の危機によりこの決断を行った。大学は、学生生活の質よりも、大学の運営維持を取った形の苦渋の決断になった。ファウンテン、グランビルモールナイアライアンス、アトランティスアカデミー外観ポートキャンパス校舎。 ハリファックス市外に3つのキャンパスがある。どのキャンパスもハリファックス市外にあり、兵で囲われているのではなく、街と調和して存在している。3つのキャンパスとも、アクセスカードを使用することで24時間いつでも使用できるようになっていて、学期末には作品の制作に生徒が泊まり込みで作業を行うこともよくある。現在は海に面したポートキャンパスと、 歴史ある建築を校舎に使用しているグランビルキャンパス、そしてアライアンスアトランティスアカデミーの3つの校舎で授業を行っている。ネスキャド大学出版は1972年に学内に設立された出版部である。1972年から1987年までに26タイトルを出版した。2002年に再開されて現在に至る。 ネスキャドの学生が発行している新聞ネスキャド、卒業リング1997年度卒業生のカレンコンズクによってデザインされたステンレス製で、ネスキャド大学のスクールカラーの紫をパウダーコートによって装飾した卒業リング。内側には公式ではないが、大学の名前とモットーの一つである、私は決して退屈な芸術作品は創作しない。 ラテン語で刻み込まれている。卒業生の同窓会組織として創立された。卒業後は少ないながら卒業生だけの保険やローンの割引制度、図書館利用許可や就職斡旋などの特典が受けられる。IAM、ネスキャドロゴ日本の大学では、京都市立芸術大学と提携し、交換留学生が学んでいる。この記事の初版は、ウィキペディア英語版の記事に基づいている。 以下は、翻訳時点で、そこに掲出されていた文献である。ありがとうございます。